はい、こんにちは。カズボです。ドラゴンクエスト3ゲームミックス続きやっていきたいと思います。前回ね、召喚辞典っていうのを手に入れたんですよ。っていうのが、これを使うと、仲間になるモンスターがね、わかるっていうか、竜の女王の城。これ誰だ？ヘルコンドル、ガルーダ、極楽鳥どれかだよね。回復呪文できるよね。なんか召喚できるみたいなんで、結構簡単に入んのかな？アリアハン。やってるうちに仲間入るのかなと思いますけど、召喚辞典を装備してないと仲間入らないらしいんですよ。セリアじゃないとダメなのかな。その仲間に入る率ってのがどんぐらいなんだろう。じゃあちょっとね、やってみましょう。時間かかるかもしれないのでカットします。カットっていうか早送りでもいいけど。はい。まあ、5回ぐらい戦闘したら上がりましたね。なんとスライムが起き上がり、こちら見ててセリアの味方になってくれるようだ。スラリンという名前らしい。スラリンはセリアに呼ばれたから、呼ばれたら力を貸してくれるようになった。だよね。だ経験値配分ってのが、ほら、入った入った。倒した数ゼロってなんだ。ヘルコンドル？ガルーダ？竜の女王の城？あれははぐれメタルだな。8匹。50-50 でいいかな。なんだっけ。あ、ドムドーラか。待って、船がどうとかって言ったね。ドムドーラだね。オリハルコンの洞窟ってのがあるらしいんですよね。まあ、ちょっと待ってみよう。この左下にもなんかないかな。召喚。今出しても多分ダメだよね。そんなあんだ。あ、宿止まんないと。だね。仲間入るまで言ってたけど、そんなに。召喚 M。 お、不思議な帽子だって。マジか。MP 回復するよね、これ歩いてね。あ、回復しないっけ、不思議な帽子って。セーブしたいな。まあね、ギガデイン使って、ダーマでね、前回セーブしてそのままぶっ続けで取ってるんで、召喚モンスターレベル上がった。いいね、いいね。竜の女王の城。え、そんなとこなんかいる。ガルーダかなんかだよね、多分あれね。いつ入るかわかんないから、ね、ずっと連取りしてるとさ、すぐいっぱいいっぱいになっちゃうから、容量がね。そういう問題もあるから、仲間入った時だけ出してもいいけど、そのレベル上がんもんね、そしたらスライムとかもね。え、竜の女王の城行けばいいのか、じゃあ。ハードモードとかもあるみたいだけどね。8種類仲間なんのか。じゃあカザーブに行って、まあ先にも進みたいですけどね。なんかうろうろしてた方がいっぱい出てくる時もあるような気もするんだよね。ここだよな、どう考えても。爆弾岩とかいない？これはちょっとカットすべきだね。
ギガネン使ったって爆弾は強いんだもん。ちょっとカットします。あ、一応ね、まあ極楽鳥っぽいですね。極楽鳥倒したことあるのにな、なんで1位じゃなかったんだろう。まあ、ここで戦ったんだけどね。倒した数4でしょ。極楽鳥だと思うんですけど、ああ、めんどくせえな。何回か戦って仲間入んなかったらやめようか。ねえ、こういうの出てくんだよ。爆弾はちょっとギガデイン使わないときついからね。たまにメガンテ使うの、まあメタに使わないんですけど、それがやっぱ怖いからね。違う。とりあえず MP つけてきちゃったんで、すぐ逃げんだよな。結構倒したけど、メルキドの方行ってみようか。9匹か。まあそんなもんか。なんか20匹ぐらい倒してるんだけど、逃げるんだよね、すぐ。あ、セーブ、あ、いいか。まあ、ここでバグったりしたら嫌だからね。あれ、ここ宿ねっけ。あったあった。うわうわ、高っ。ラダトーム4ゴールドな。じゃあ行っちゃいます。レベル上がってね、ドラゴラム覚えたんですよ。だからはぐれメタル倒せねえっけ、あれで。ね、ドラゴラムは覚えたけどね。これ下かな。あれ、スターキメラ。待って待って、これ多分あんま呪文効かないんだよね。ドラケ3はスターキメラいなかったはずだからね。あ、ここで出てくんだね。下だね。ただ単に面倒なんで、まあ普通に攻撃して倒したいところですけどね。下、あれ待って、下から行けるよな、多分あれ。
ああ、めんどい。あれ、いけない？上からグルーって回るんだっけ。ああ、もううぜえな。敵多い。キメラとかもなんか普通に召喚できそうなモンスターの部類にありそうな気がするんだけど、さすがにそんな甘くないか。メルキドに行かないとやっぱダメなんかな。ここで合ってるよな。いや、上だな。あ、そう、この上だね。この上に行って、まあ、行けるはずだから、行けるんだけど、行っちゃっていいのかな。山びこの、あ、大丈夫か。メルキド。ここは城塞都市メルキド。しかしこんな城塞など魔王の手にかかればひとたまりもないだろう。3個。まあ、どっかにあるんだろうね。こことかじゃね。あ、闘技場か、これ。ここはモンスター、ああ、まあそうだよね。たくさん儲けていってね、ふふふ。キャー、血が出たわ。あ、今のすごく痛そう。キャーキャー。父ちゃん、どこ行ったの？母ちゃん呼んでるよ。モンスターたちの熱い戦いを見ておると、足の血もふつふつとたぎるようじゃの。次の試合、あれにかけるか、これにかけるか、うむむ。母ちゃん怖くて、賭け事やってらってれっかってんだ。どっかでキラーンって言うはずなんですけどね。あったあったあった。案外スゴロク剣多いよね。グーグー、もうずっと寝てんだろうな、これな。多分ここに、あれ、なんかここら辺になかったっけ。あれ、ねえの。おい、魔王の島に渡りたいなら、この町の神殿に住む老人に尋ねることだな。あれ？ここの下かな？関係ねえとこだ。魔王の島に渡るには、太陽の石、雨雲の杖、聖なる守り？聖なる守り？聖なる守りだったっけ？え、太陽の杖、太陽の石、雨雲の杖、で、虹の雫でしょ？え、そんなん いたっけ？聖なる守りなんかいたっけ？必要だったっけ？なんか、ここら辺光ってるの。お、祈りの指輪。あとは、すげえな。
どうせ死ぬんです。働いても仕方ありませんよ。こんな世界に生まれたばっかりに、私はこの子が不憫でなりませんわ。お兄ちゃんたち強そうだね。お兄ちゃんたちなら魔王。うん、なんでもないんだ。ごめんね。でもスゴロッケンは持ってんだね。パーティードレス。パーティーに行けるんだね。わしは魔法の力で動く人形の研究をしている。巨大な人形を作ってこの町を守らせようと思っているのじゃ。そうだ、そいつの名前をゴーレムにしようぞ。うむ、強そうで良い名前じゃ。ね。負けたらあかん。お、豪傑の秘訣。こんな戦士とかにね。お、英雄指南。英雄とは一人5分間だけ勇気が長続きするだけのものである。宿女への道。でもね、なんか熱しやすく冷めやすい部分が実はありまして、ゲームやってるとそうでもないじゃないですか。ずっと続けられんだけど、ね、実はね、自分そういう一面があってね。あ、ここだ。やる気あるときはすごい覚えんだけど、やる気なくなると一気にね、もうやめちゃうっていうね。ヘビメタリング。これガライだよね。うん、僕はガライ。旅の銀詩人さ。楽器かい？僕は盾ごと専門なんだけどね。家に置いてきちゃったよ。あの銀の盾ごとの音色はちょっと危ないんだ。何これ？一応見せますかって何それ？え、何それ？知らねえんだけどそれ。ちょっと待って。見せますかってなんだ？見せないとダメな部分あんの？まあセーブさせていただいて、え、なんだ見せますかって。あんなの知らないんですけど見せますかって何よ。はいはい。あ、なんで家になってんの。あ、それは僕の盾ごと。大変、なんだ？魔物の群れがこっちにやってくるぞ。え、なんだそれ、なんだそれ。どうしよう、今戦える人はこの町にはほとんどいない。え、君たちが戦うって、そうだ、僕に考えがある、ついてきてくれるかい。え、なんだそれ、何それ、何それ、何それ。なんだそれ。ああ、とうとう恐れていたことが現実に。え、ないないない。ないまだ死にたくないよー。どうしよう。え、マジ？これは今まで、え？今まで何これ？なんだこれ？優しい？さっきにな、え？なんだあれ？なんて読むんだあれ？流れていた我々に対する罰なんだろう。町のものをいさめなかった私はまた同罪だ。え？あれなんだ？あれな、いきなりあんな字出てくると忘れんだけど。お、若者よ、守る者のいないこの町を救ってくれるというのか。わしは戦いのがそなたらの助けとなろう。あ、なる。くらう？あ、大丈夫か。入り口にいるんだろうな。魔物の群れが襲ってくるって、今まで魔物を戦わせて楽しんでた俺たちに罰が当たったのかもな。え、寝てた、まだ寝てんのかい。すげえな。すげえ心臓してんね、あれね。じゃあ入り口でしょうね。銀の盾ごとの音色は魔物を引き寄せるんだ。だから僕が盾ごとを引き続ければ魔物を一箇所に引きつけられる。そうすれば人数が少なくても戦えるかもしれない。でもこれは危険な方法だよ。息つく間もなく戦わないといけない。準備はいいかい？いいえ。時間がない。早く準備を整えて戻ってくるんだ。あんたたちだけであの数に立ち向かうのか？わかった。もしあんたたちが倒れたら、私にあとは任せてくれ。魔物の数は数十体近く上るようだ。それだけの魔物に一斉に襲われたらなすべもないだろう。そんなことねえぞ。なんだそのイベント。メルキドイベントだね。毎回毎回。はい。盾ごとを弾き始めた。美しくも怪しい音色が辺りに響き渡る。もったいないよ。ああ、イオラスか。明治か、そっか。めんどくせえな。
2回動くの？10連戦ぐらいあんのかな。あー出た、キースドラゴン。こんなもんいなかったっす。これね、なんで誰が呼んだんだっけな。なんかね、戦ってて呼んだんだけど、温存した方がいいかな。まあメタルだけど一応いけんですよ。毒が何気にうざいからね。お、マイハド。ダースもいいんだ。マジか。あ、全体じゃなかったっけ、マイハドって。ああ、もう、ああ、まあ毒治ったからいいや。まあ僧侶がベホマナーで、メラミ効かないもんね。やだね。ああやめて。マジか、キーストラゴン、そういうことするのか。えい、あ、やめとこ。エホマラーの、イオラの、サダイン、ああ、呪文あんま効かないんだね。マヒャドさっき聞かなかったのにね。ダースには聞かないのか。あー、もうめんどくせ。後ろが弱すぎる。しょうがないね。最初からこれやればよかったわ。ダース聞かないんかな。あ、聞いた。あー、マジか。強え。バイキルトだね。まあ冗談じゃねえぞ、本当に。十に及ぶ。てい、あいつメラゾーマ使ってきたよね、確か。ダースドラゴンきついね、あいつね。群れだね。
やっぱレベル50まで主人公上げてたとしても結構きつい仕様だね。お、なんだ、ギャハハハ、やっぱり外で暴れ回るのは気分がいいぜ。お前らも血祭りにあげてやる。なんだあれ、格闘パンサー、格闘パンサー、ハイデーモン、何それ、何それ、ギガデイン、フバハ、フバハ、バイキルト、召喚やったらしょうがないもんね。ヒャダイン、メラ、ドラケ6登場モンスターがいる。ハイデーモンなんか知らないし。あ、弱い、強っ。なんだそれ、マジか。マジいな。ベホマズン、スクールと、あー、あ、早い。マジか。なんだあの攻撃力。広いな。早い。なんだあいつ、ちょっと待てや。あー、振りつかれたな、失敗したな。今戦いか、あー、ザオリク上がって覚えた。なんだあれ、強えな、カクパン。くそ、こんなことなら足を伸ばしてドムドーラを襲えばよかったぜ。グオー、やった、我々が勝ったんだ、助かった。マジかよ。アルスはガライや町の人たちと無事であったことの喜びを分かち合った。そして宿で疲れを癒した。でも一人死んでるよね。あー、マジかよ。君たちのおかげで僕も町の人たちも助かったよ。僕の力が必要になったらいつでも言っておくれよ。そういえばあの魔物たちは北東の方向からやってきたって兵隊さんが話してたよ。北東の方向に彼らの根城があるのかもしれないね。マジかよ、マジかよ、そんなのあんだ。じゃあちょっと強くして転職した方がいいのかなね、なんかそんな感じするよね。ちょっと不意つかれました。びっくりした。あなた方のご活躍を聞いて私も頑張ってみようと思いましたよ。ああ、そうだよね。なんかあるはずだもんね。ああ、なるほどね。他はなんか変わってんのかな？売ってるよね。あ、売ってない。マジか。君たちの戦いぶりを聞いて人々も希望を取り戻したようだ。もちろん全員とはいかないが、それでも前に比べて街に活気が戻っているようだ。勇者がいるよ、勇者。あー、売り出し物はないんだね。回復ぐらいならできようっつったってね。じゃ今回ここまでか。まさかまさかのメルキドイベントがありましたね。まあちょっと格闘パンサーとかいたけど、あ、私も自分のできることをやってみることにしました。私の家族は私が守るんです。ほい。はやぶさの剣打ってるじゃん。オーガシールド。三鏡、力、眠りの杖。眠りの杖。ああ、持ってんね。
これ回復するよな、これ。よくよく考えたら。これで2回攻撃した方がいいかな。こんないいもの持ってんだね。まあ、滅ぼされはしないと思いますけどね。私も我が身を嘆くのはやめて、夫と共にこの世界に朝が来るのを待つことにしました。アルスさんたちのご活躍をこの子と一緒にお祈りしてますわ。ここ変わんないんだ、お兄ちゃんたちは。やはり今回のようなことに備えて、一刻も早くゴーレムを作らないば、ね。ゴーレム強いもんね。はい。ということで、今回ここで終わろう。ダーマに行きましの、ドラクエ6のモンスター出てきましたね。格闘パンサー。しかも強かったね、攻撃力。異常でしたね。じゃあ、根城があるって言ったんで、まあ、そこに行くのか、どこなんか分かりませんけど、まあ、船乗らないと、とりあえずマイラの方には行けないと思いますんで、まあ、まあ、そこのヒントもらったところなんでしょうね。よしけ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげると、すごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。